はいどうも、Pラボです。村田亮太 VS ゲンナジーゴロフキン、この試合の勝敗予想をしていきたいと思います。勝者はゴロフキンです。いや、これはふざけて言ってるわけではなくて、村田選手ももちろん強い選手ではあるんですけど、ただ端的に分かりやすく言うと、現在 PFP1 位のサウル・アルバレス・カネロ、あのカネロでさえゴロフキンと2試合やって一度のダウンも取れていないんですよね。カネロってハードパンチャーでもあるけど、この階級においては珍しいカウンターパンチャーなんですよね。ゴロフキンの強烈なジャブにアッパーでカウンターを合わせたりしてるんですよね。で、そのカウンターを食らってもなおゴロフキンは倒れないフィジカルを持ってるんですよね。そんな化け物みたいな選手に村田選手がどう対抗するのかっていう話なんですよ。村田選手はガードが硬いからパンチをあまりもらわないタイプの選手で、相手の打ち終わりに対してジャブやワンツーを当てていくスタイルなんですけど、このワンツーではゴロフキンは止まらないと思うんですよね。ガードを固めたとしてもゴロフキンは冷静にガードの隙間を見つけて打ってくるし、そうなると村田選手にはゴロフキンのプレスに対抗する武器がないんですよね。そうなったら簡単に連打で畳みかけられて、すぐレフェリーストップですよ。この試合は本当に冗談抜きで、村田選手はゴロフキンにどう勝つつもりなのか、全くそのプランが見えてこないんですよね。村田選手陣営はフィジカルでゴロフキンに勝てる見込みがあるのか、もしくはフィジカルではなく勝つためのプランがあるのか、正直僕はどの観点から見ても村田選手の勝つ可能性っていうのを見つけられないんですよね。まあゴロフキンも現在39歳で衰えはあると思うけど、でも村田選手も現在36歳で、しかも2年4ヶ月も試合をしていないというブランクがあるんですよね。もし村田選手が本気でゴロフキンに勝つつもりだったら、こんなに試合間隔は空けないですよ。どっかに必ず一戦挟んで試合間隔を取り戻すっていうことをすると思うんですよね。でもそれをしない時点でゴロフキンに対しあまり勝つ気がないのか、もしくは適当に挟んだ試合で負けてしまう可能性を危惧しているのか、どちらにせよこんなコンディションではゴロフキン以前の問題ですよ。適当なランカーとやっても勝てないんじゃないかなっていうふうに思っていて、でもまあゴロフキンと試合をできたというその実績と、そして日本ボクシング史上最高額のファイトマネー、それを手にすることができるなら、まあ断る理由はないですよね。僕はこの試合冷めた目で見ていて、勝ち目がないだけならまだしも、村田選手にとってはかなり危険な試合になると思うんですよね。特に試合感覚が鈍った状態での1ラウンド目が特に危険で、変なパンチのもらい方をしたら最悪の事態も考えられますよね。僕はこの試合は村田選手に勝ってほしいとか、最後まで立って勇敢に戦ってほしいとか、そういうのは一切なくて、ただ無事に試合が終わればいいなというふうにしか思えないんですよね。村田選手もフィジカルが強いから変に耐えそうなのか、また怖いところですよね。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。